100円のたこ焼き今から食べます。ちょっと開けてみてや。薄くない？薄いな。薄い。あ、チョコレート、板チョコぐらいの大きさ。さあ、御開帳。おお、小さくない？小ぶりやな。梅干しぐらいの大きさやで。ちょっと食べてみようか。ほんま、梅干しぐらいの大きさやな。いただきます。あ、うまい。うまい。あ、これ。たこ焼きとあれじゃな、うまい。どう味は？まあまあ、まあまあうまい。まあまあ、まあまあうまいな。うん。でもタコも入ってる。これで100円やったらありじゃない。子供のおやつとか全然いけるやん。ああ、うん。全然美味しいです。ここの大和建設の管理地のその隙間にあります、この通路の。よかった、これ電報？電報やったっけ？このファミリーマートがここに目印であります。うまいな。うん。これ100円とめっちゃありなんじゃない？これでこの味で。よう見つけたな。いや、その有名やん、これ。あ、そうなん。うん、結構ユーチューバー買うやん。大阪の。うまい。全然美味しい。小ぶりやか。あ、これ全然食べれるやん。さっきお腹飯食ったばっかりやん。うん。うまっ。美味しいわ。おすすめです、こう。大正の電報ら辺にある。この花や。この花か。この花。あ、刺したわ。この花やな。この花の電報あたりにあるたこ焼き屋さん、ネットで検索したらすぐ出てきます。うまかった。美味しいな、これ。美味しいで、ちっちゃいんですぐめっちゃ食べれます。うまい。うん。